けじゅくじゅく。はい、どうも、かけじゅくじゅくの野村です。さあ、今回は襖絵の歴史についてお話しさせていただきます。ということで、はい、襖絵ね、まあ、襖絵っていうと襖に描かれた絵ですね。まあ、読んで字のごとくなんですけども、襖っていうと、よくね、旅館とか行ったらこうね、仲居さんがこう開けてくれるやつね、さーっとこう開けてくれる、まあ、間仕切りですよね、ドアですけども、あれってね、日本独特のもんなんですよ。はい、まあ、英語で言うとあれスライディングドアって訳されるんですね。ですけども、海外のスライディングドアってちょっと勝手が違うというか、全然日本の、スライディングドア、襖とはまた全然違うような感じのものなんですよ。なんかね、周りのこう縁が金属のものとかで、中がガラスになってるっていう風なものが一般的というか、ようあるパターンですね。まあ、もしくは木でできてて、なんか滑車でこう回るみたいな、まあ重たいからね、滑車で動かすみたいなドアが、まあ、スライディングドアっていうもので、まあ、日本のやつとは全然ちょっと違うんですよ。で、まあ、何がそんな違うのかなというと、まあ、日本のやつって、まあ、基本的には軽いんですよね。木のなんか枠があって、こう格子でね、木が組んでて、でそこに紙とか絹を貼り付けて、作っているので、まあ、中が空洞になっているので、めちゃめちゃ軽いので、はめたり外したりっていうのが非常にしやすいよっていうのが、まあ、非常に便利だと。で、だからまあ昔ね、よく宴会場とかで、本当だったらその襖で4部屋に区切られてるんですけども、でっかい団体さんが入ってきた時は、その襖全部取っ払ったらすんごいでっかい大宴会場になるよみたいな、こういうふうな使われ方っていうのが、今もされてるし、昔から使われてたんですね。ということで、まあ、日本の襖っていうのは、まあ、我々にとって非常に馴染み深い、まあ、建具なんですけども、そこにね、絵が描かれてるっていうのが昔からよくあったんですよ。それを、まあ、襖絵というんですね。で、今回はその襖絵の、まあ、歴史、最初どういうふうなものだったのかっていうところから、現代までちょっといろいろ紹介させていただきたいなと思っております。っていうのは、まあ、コメントでね、リクエストを頂戴したんですよ。まあ、襖絵について、まあ、解説をお願いしますと。で、なんかルールとかありますかみたいな感じでね、こう聞かれたんですけども、まあ、ルールはそんな正直言うと、ルールはね、正直言うとないと思います。いや、あるんかな。まあ、僕自身はルールとは思ってないようなことですけど、意外に決まり的な、なんかそういうのがあるのかなみたいな。そもそもね、襖絵の、歴史とかルーツとかを調べるのもそうなんですけど、そもそも襖のことってあんま調べたことないなと思ったので、今回、襖の成り立ちからね、調べてみたんですけども、めちゃめちゃ面白かったです。はい、なので今回はまず襖の成り立ちから、ご説明させていただいて、でそれからどういうふうな発展をしていったのという変化を、まあ、ご紹介させていただきます。でそれに合わせて各時代の代表的な襖絵っていうのも、ご紹介させていただいて、それに合わせてね、襖絵のなんか特徴とか、こういったものが、一般的なんだよっていうのをご紹介させていただきたいなと思っております。それでは早速いってみましょう。はい、では早速進めていきたいんですけども、そもそもね、襖って呼び名は昔はちゃうかったみたいなんですよ。へえ、そうなんやって。そうなんですよ。もともとは、襖障子と呼ばれてたらしいですね。はい、襖障子、どういうこと？障子って何、襖と障子って同じようなもんやけどちょっと違うやんって思った方、そう思うでしょ。僕もそう思ったんですよ。襖は言うたら、さっき言ったね、中井さんがこう開けるやつね、ガーって旅館とかである間仕切りのやつですよね。で障子は木の格子があって、紙貼ってるやつね、白い紙貼って、でよく時代劇とかでね、こうなんか忍者とかがね、唾で指唾つけてこうズブズブズブって上げて、なんか中を覗いてるっていう、ああいう風なイメージね、あれが障子なんですけども、もともとは、これ襖障子って、障子の方が古い言葉やったみたいなんですよ。障子っていうのは中国から入ってきた言葉で、遮る道具っていう意味合いがあったらしいんですね。で襖っていうのは、その後日本で生まれた言葉なので、もともと元来は、障子という言葉が、大元にあったんだよと、母体にあったんだよと。で、まあ、障子のこの障というのは、遮るって意味合いがあるじゃないですか、障害物の障ね。で、子供の子っていうのは道具という意味合いがあったので、まあ、空間を遮る道具だよと、まあ、区切る道具だよっていう意味合いがこの障子という意味合いで、使われてたと、大きな意味合いであったと。でそれが指し示す道具っていうのを全部総称して障子というんだよっていうふうな考え方だったらしいですよ。ほう、そうなんや、そうなんですよ。だからじゃあ例えば、障子と言われてどういった道具があるのって言われると、例えば、ついたてですね、
はい、ついたて。まあ、これ、ついたて、ふすま、障子、屏風とかね、ここら辺、縦具でごっちゃごちゃになりやすいんで、ね、ちょっと整理したいんですけども、ついたてっていうのは、自立型のスクリーンのことをついたてと言います。だからまあ、板があって、で、台座があるのね。台座があって、そこにブスってこう刺す、まあ、刺したら、そのパネルは自分で立てますよっていうのが、ついたての特徴になります。まあ、これがね、この間仕切り系の中では、一番古くから、あったというふうに考えられてます。もともと中国でね、ついたてってあったので、それがまあ日本に入ってきて日本でも使われるようになったという空間をこう区画する道具としては一番古いのがまあついたてでありましたよと。まあ、これも障子の一つというふうに考えられてます。で次が、襖障子ですね。まあ、これが、我々が普段使う、襖と呼ばれて想像するあれも、障子の一つですよということで、もともとは襖障子と言われてたんですよ。障子の中の、一つ一種みたいな感じで考えられてましたよと、襖障子。で、屏風っていうのは、折りたたみの、スクリーンですね。これも自立はするんですけども、台座がある ついたてとは違って、画面をこう折り込んで、だから2極屏風とか4極屏風って、くの字にこう曲がっていくやつね。あれを、屏風として、あれも結構間仕切りとしては古くから使われてましたと。でまあ、これ英語で言うとね、よくわかりやすいんですよ。ついたてっていうのは、まあ、スクリーンですよと、まあ、画面ですよと。で、ふすまっていうのはスライディングドアですよと。で、屏風っていうのはフォールディングスクリーンって言われてるんですね。まあ、折るってフォールドって言うじゃないですか。ただまあ、フォールディングスクリーンだよということで、英語で言うとまあ、その違いがよくわかりやすいと。でまあ、ここら辺まではね、まあ、障子と言われて、ああ、なるほどなって思うんですけども、こういう建具だけではなくて、あと、ミスとか、基調っていうのも、その障子として扱われてたんですよ。考えられてたんですよ。だから遮るものは全部、障子として考えられてたと。でミスっていうとまああれやね、カーテンみたいなやつね、天皇の前、天皇ってあんまり誰にも顔を見せたらあかんっていうので、天皇の前になんかこう御座みたいなやつがこうバーってあるじゃないですか。あれミスっていうんですね。でああいうのも、一応空間を隔ててるから障子というふうな一種で考えられてると。で基調っていうのはこれあんま馴染みないかもしれないですけども、まあ、移動式のカーテンみたいな感じで考えていただいたらいいかなと思います。T 字のなんか物干しみたいなのに台座があって、そこの T 字の T の物干しになんか布とかをかけたら、まあ、一応それで画面がこうできるじゃないですか。カーテンみたいになるので、それで空間を区切るみたいな道具が基調っていうんですけど、それが昔は、主流であったんだよと。まあ、ここら辺のね、道具は全て全部障子として考えられてたんだよっていうふうな、そういうふうな、枠組みやったんですよ。ほうほうほう、なるほどねと。はい。ここまでご理解いただいた上で、歴史を見ていきましょうという形になります。はい。この襖の歴史なんですけど、古くは、まあ、飛鳥時代から奈良時代ぐらいの間で、まあ、誕生したんじゃないかというふうに考えられてます。で、最初はどんな感じの形だったのかっていうと、板ですね。はい、板。ズバリの、ベニヤ板じゃないけど、バリ分厚い、パネルの板、一枚物の板に、両面になんか、生地を貼ってたらしいんですよね。絹の生地を、貼ってましたよという、こういう風な作りやったらしいんですよ。なんか、超なんか原始的な、感じなんですけどね。そういう風なのが、襖の始まりだったんだよ、と。で、そこからどういう風な発展をしたのかっていうと、まあ、言うたらパネルなんで、重たいのね。うん、重たいよね。だから、こう、動かすのめっちゃ大変だ。簡単に外せるのが、まあ、特徴なのに、重たくて動かせないよっていうのは何とかせなあかんなっていうことで、格子の形になったんですよ。格子の形状を取るようになったと。まあ、だから、格子っていうと、細長い角材を、縦に何本かと、横に何本かにこう、組んでいくんですよね。そうすることで、同じ面積なんですけども、こう空間ができるんですね。骨組みになってるから、その中の空間の部分の重量っていうのはなくなるので、めちゃめちゃ軽量化に成功したっていうのが、格子なんですよ。この格子の、形によって、飛躍的にね、襖っていうのは発展して実用的に使われるようになったと言われております。ほう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 、なるほどねと。で、次どうなったかっていうと、唐紙障子というものが、誕生します。はい、唐紙障子、何ですかこれはっていうと、まあ、唐紙っていう、まあ、中国からの紙が、輸入されたんですよね、日本に。分厚めの比較的厚めの紙で、なんか文様が刷られてるんですね、デザインがこうある紙みたいな感じのものが、中国から入ってきて、これがまあすごい厚みがあるから、こう何
透けへんから透けへんから、あのこれを襖の今まで絹を貼ってたやつの代わりに、貼ったらちょっとおしゃれな斬新なデザインやし、透けへんからあのちょうど空間間仕切りとして使えんじゃんみたいな感じで、からかみをその格子の前と後ろに貼ったものとかが、作られる、そういう風な障子っていうのが、からかみ障子として、生まれるようになりましたと、まあ、こういう風な変化があったんですよ。まあちょうど遣唐使とかが行ってる時に、そこからまあからかみがこう入ってきて紹介されて日本で使われるようになったということなんですね。だまあ奈良時代の終わりから平安時代の初期ぐらいまでそういうふうなものが入ってきて、ちょっとずつまあ使われるようになったと。ただまあそんな一般的ではなかったみたいなんですよ。その大量にね紙が入ってくるわけでもないし、遣唐使って894年にあの廃止されちゃったので、そこからはね、まだ、からかみっていうのはもうまだ日本では作られてなかったので、そんなに一般的ではなかったと。このからかみの、生産が日本でこう主流になっていくのは鎌倉時代以降っていうことなので、そこまではねまだこのからかみ障子っていうのは一般化されてませんでしたよと。で、この当時平安時代の、襖がどういったものだったのかっていうのを指し示す資料っていうのがあります。はい、やっとビジュアルが出てきたね遅くて申し訳なかったですけども、それが書かれているのが源氏物語絵巻という作品になります。はい、源氏物語絵巻、あの源氏物語って言ったら紫式部が書いた貴族の恋愛ストーリーやね、光源氏のやつやね、もう光源氏がまあいろいろやらかした物語っていうのがまあ源氏物語なんですけど、それを絵画化したものが源氏物語絵巻です。そこに、当時の貴族の風俗が描かれているのですけども、その中にこの襖っていうのがいろいろ描かれてますよっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。まず見たいのがこちら。はい、まあ左の方にね、まあ、絵が描かれている襖があると思うんですけども、まあ、こういったものが一番フォーマルスタンダードだったんだよっていう風な感じですね。でまあ、何が描かれているのかっていうと、まあ、基本的には大和絵ですね。大和絵、この時代によく描かれるようになった、絵画のことを大和絵っていうんですけども、日本独自の絵ですね。それまでは唐絵って言って、まあ、中国の絵っていうのがよく、まあ、題材としてよく描かれてたんですけども、遣唐使を廃止しちゃったので894年にやめちゃったので、そこからまあ日本独自の描き方の、絵画っていうのが生まれていったと。それがまあ大和絵と言います。で、どういった特徴があるのかっていうと、基本的には、まあ引きの構図が多いですね。めっちゃ遠くから、見てるワイドな、パノラマビューの、風景画っていうのが多いです。で、まあ、色鮮やかなものが多いと、青とか緑とかそういったものを色鮮やかなものを使った絵の具で、貴族の風俗とかを描いているものが、非常に多いですよっていうのが特徴なんですよ。まあまあこの源氏物語絵巻自体が大和絵なんですけども、引きの構図で、ね、見てるような感じで、これは斜め上から見てる構図なんですけど、まあ、こういったものが特徴的だったんだよと。で、まあ、それを、襖にも描いてましたよっていうことなんですよ。こういったものがまあよく描かれてましたと。他にもあるんで、まあ、ちょっと見てみましょう。次がこちら。はい、ちょっと奥の、ね、方で描かれていますけども、ここにもまあ風景が描かれてますよって、まあ、風景やっぱ多かったよね。風景が一番主流やったんやなと。で、まあ、色鮮やかな色が出てますよね。これは山と松が描かれてるのかなという感じですけども、まあ、扉がちょっとちょーって開いているという形で、まあ、ここら辺はねこういう風な感じで、まあ、我々が今現代襖として考えている使われ方がもうこの平安時代の時にはもうされてたんだなというのがよくわかるかなと思います。で、その真ん中ら辺にね、なんか波打ってるじゃないですか。これが多分ね貴重ちゃうかなと思うんですよ。ちょっと絵なんで分かりにくいかもしれないですけども、多分これが貴重、移動式カーテンってさっき紹介したやつね、物干しの T 字の物干しでした台座あって、そこになんか布かけて、目隠しにしてましたよみたいな、そういう風なもんだと思うんですよ。この源氏物語絵巻ってね、めっちゃおもろいのは当時のその何、この障子って言ったんですかね、遮道具障子の、道具がいっぱい描かれてるんですよ。まあ屏風とかもね描かれてるし、まあ、ついたてはあったかな、ついたてはちょっとごめんなさいまだ見れてないんですけども、まあ襖、屏風、まあ密室、あと貴重、ここら辺も全部描かれてるというので、めちゃめちゃ面白いので、まあ、こういった風俗が分かるのも、まあ、この源氏物語絵巻の面白いところかなと思いますね。で、まあ、もう一つちょっと見たいなと思うのがこちら。
はい、これも、大和絵で、まあ、風景が描かれてるんですけども、女の人がそこを開けてふーっと 顔を出してると、まあ、こういう風な感じで、まあ、女の人が、ね、こうよ開けれるぐらいの、まあ、軽さやったということで、まあ、やっぱりねもうこの時期ぐらいには襖としてのね我々が今現在使ってる襖としての機能を持った、構造のものがもう作られてたんだよっていうのがよくわかる資料かなと思います。はい、で次どういうふうな発展があったのかっていうと、明かり障子というものの原型が、平安時代の後期には生まれましたよというふうに言われております。はい、明かり障子なんやなんやなんやもうわけわからんなって感じなんですけど、これが、今現在でいう我々が思い浮かべる、障子の原型だというふうに言われてます。はい、もともとはもうちょっとね、今の方あの障子よりかはもうちょっと原始的な形だったんですけど、まあ、原理的には同じようなものがここで、平安時代の後期ぐらいには作られ始めましたよっていうふうに言われてます。まあ、まだそんなね一般的ではなかったみたいなんですけど、まあ、形としては生まれ始めましたよっていうふうに感じで言われてます。はい、ということで、まあ、言うたらね平安時代ぐらいまでで、我々が今思い浮かべる建具の、なんていうかな原型は全部揃ってるんですよね。ついたてはもともと奈良時代ぐらいにありましたよ、飛鳥奈良ぐらいにありましたよと、中国から入ってきたらそのまんまがありましたよと。で、襖障子、まあ襖は、今見たようにもうここら辺にあった女の人がこう開け閉めできるぐらいの軽量化されたものがあって、で絵も描かれてましたよっていうのもまああると。ほうほうほう。で屏風は今回絵では見せてないですけれども、源氏物語絵巻の中ではもう屏風もいっぱい登場しているので、こういったものもあったんだよと。でまあ、ミス基調はね、今見た通りありましたよということで、ほとんどがねこういうふうに建具関連は揃ってたんだなって考えたらまあ面白いかなと思います。でそっから、鎌倉時代に移るにあたって、大きく発展をしたんですね。平安時代から鎌倉時代になるのにあたってなんでそんなに発展したのかっていうと、政権を担うものが変わったからなんですよ。平安時代までっていうのは、政権を握ってたのは、まあ、貴族が中心だったじゃないですかね。藤原家とか、なんかこの世をオーバー我が物とぞ思うみたいなあれ言ってるやつね、あれがまあやってたんですけども、鎌倉時代ぐらいから武士になってったんですよね。これで建築様式がちょっと変わったんですよ。はい、貴族の時って言うたら、まあ、神殿作りっていう作り方だったんですね、建築様式って。で、まあ、どういうふうなもの、まあ、神殿ってなんかでかそうなイメージじゃないですか。まあ、まあ、その通り、でかかったんですよ。まあ、イメージで言うと、もう、だだっ広い体育館みたいなイメージ。なんもない体育館がバーンってあるのが、神殿作り。で、そこに、まあ、柱だけあるね。丸の柱だけがあって、まあ、一応建物建てながら柱はあるけども、それ以外は、なんもないズドーンってだだっ広い、空間がありますよ、と。でその空間を、この今まで言ってたついたてとか、襖とか屏風とか、ミス基調とかで、カスタマイズしてこういろいろ区画整理をその都度その都度行事とかに合わせて、作り変えていきましょうねっていうそういうふうな、しつらえの仕方をしてたのが神殿作りだったんですよ。へえ、それね、僕これ調べてて調べて分かったんですけど、あ、なるほどね、そういうふうな使い方してたんやっていうのがね、日本独特で面白いなと思ったんですよ。まあ言うたら、季節ごとにでもまあいろいろ変えたり、行事ごとにでもまあ例えばここの通路、この行事はこの通路に、何人かを通さなあかんから、ちょっと幅広めに屏風ここ置こねと。で、こっちはちょっと風通すためにミスをつけたら、まあ、見えなくはなるけども風が通るから気持ちいいねとか、でこういう風な通路を作るためにここにはついたておこうかとかね、こういう風な感じで、行事ごとにいろいろこう作り変えて、テトリスみたいに作り変えて、そういう風な区画を変えてったという風な感じが、神殿作りやったんですよ。へえ、そんな感じやったんやと。だから結構カスタマイズしていくっていう、まあ、日本人らしいなっていう感じの、しつらえの仕方をしてたのが平安時代だったのに対して、武士の時代になると武士っていうのは、結構ね簡素で合理的な作りに、こう進んでったというふうに言われてます。だからまあ武家作りっていうふうな、建築様式が、主流になっていくんですね。で、どうなったかっていうと小部屋が結構できていく形になったんですね。そのだだっ広いドーンよりも、ちゃんと必要な部屋は必要な部屋で区切っていこうぜみたいな感じで、なってったというふうに考えられてます。なので部屋を区切るということはそれだけ、襖とかの需要っていうのが高まるということで、さらなる発展をしていったっていうのがこの鎌倉時代以降になります。はい、
で、どういった発展があったのかというと、まあさっき言ったね、唐紙は、日本で作られてなかったので、平安時代ぐらいまではそんなに唐紙商事っていうのは一般的ではなかったんですけども、鎌倉時代ぐらいになってくると、唐紙っていうのは日本でも作られるようになったと。まあ、紙に木版かなんかで、文様をデザインした、なんか紙ができるようになったということで、それを使っていろんな唐紙商事っていうのも作られるようになったというふうに言われております。ほう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 。で、障子、明かり障子、平安時代の明かり障子っていうのも、こう発展して鎌倉時代ぐらいになってくると我々が障子として思い浮かべるようなものに近いものが、だんだん生まれてきましたよということで、結構鎌倉時代でもね、なかなかフィーバーしていくんですよ。で、その鎌倉時代の、その何、家の中のその建具の変化っていうのを示している希少な資料っていうのがあるんですよ。これさえ見れば、大体いろいろわかるよっていう資料があるんですよ。その資料っていうのが、簿記絵言葉という資料になります。はい。簿記絵言葉。知ってる？知らんよね。知らんと思う。これ知ってるって言ったら、めちゃくちゃマニアックやと思いますけど、簿記絵言葉っていうのは、鎌倉時代と、室町時代の、つなぐ間にちょっと混乱があったよね。政局の混乱があって、南北朝時代っていうのがあったよね。朝廷がなんか2つに分かれてますよという混乱の時に生まれたのがこの簿記絵言葉というもので、それ何を書いてるのかっていうと、親鸞さんのひ孫さんである覚如上人っていう人の、絵伝なんですよ。絵伝。まあ、エデンというのは生まれてから死ぬまでの、メインのこの逸話エピソードを、絵にしてまとめて、アルバムにしたような、ものがエデンになります。それの覚如さんの、生涯を描いているものが、この簿記絵言葉というものなんですけども、ここにね本当に建具鎌倉時代のその風俗が全部描かれていると言っても過言ではないぐらいのものがあるので、それをちょっと見ていきたいなと思います。まずご紹介させていただきたいのがこちら。はい、ここでね、まあ、襖絵が描かれてるんですけども、まあ、水墨画が描かれてますよね。ここがね、すごいちょっと特徴的やなと思うんですけども、まあ、襖絵、今までね、平安時代はなんか、大和絵が描かれてたんですけど、ここら辺からね、この水墨画が描かれるようになったんですよ。山水画みたいな。というのは、鎌倉時代になって、禅宗が日本に入ってきたんですね。それをもたらしたのは、まあ、禅僧なんですけど、中国の禅僧なんですけど、まあ、日本からも、禅宗を学びに行くって言って、道元と栄西が行ったじゃないですか、中国に。で、曹洞宗と臨済宗を持って帰ってきて日本で広めましたよっていうのはあると思うんですけど、あれは、日本から行ったバージョンなんですけど、中国から来たバージョンっていうのもあったんですね。禅僧っていうのはよう来てたんですよ。でその時に、禅僧の人が、禅画とか水墨画とかそういったものの技術とか、考え方絵とかを持ってきて日本でも、水墨画が広まりましたよっていうのがこの鎌倉時代なんですね。ということで、この鎌倉時代の襖絵というのは、水墨画というのがよく描かれて、それを示しているのがこの資料というところなんですね。これはなかなか面白いなというところなんですよ。で、その、水墨画の後ろ側、多分こう寝てんのが覚如上人ちゃうかなと思うんですけど、まあ、その覚如上人かどうかわからんけど、その後ろ側になんか花が描かれてるじゃないですか。まあ、こういった花鳥みたいなものも、まあ、描かれてるんだなって考えたらね、結構我々が今ね、想像する絵的なものっていうのは、結構この襖絵でもこの時代には洋さん描かれとったんだなっていうのがよくわかるんですよ。でまあ、ちなみに言うとこれ、簿記絵言葉の写しになります。はい、本ちゃんは西本願寺に、収蔵されてて重要文化財なので、まあ、あんまりね資料のデータとしては残ってなかったので、後年それを、模写したものっていうのがデジタルデータとして、リンク貼っとくので、見れるところがあったので、そこでねいろいろチェックしてみたらこういう画像が出てきたので紹介してるという形になります。だからちょっと絵が綺麗やと思うんですけども、それはそういうことなんですよ。別に南北朝時代の絵がこんなに綺麗に残ってるというわけじゃなくて、後々大正時代ぐらいだったかな、模写したやつのデータを今見てるということなので、そこだけまあちょっとなんか言ってくる人おるかもしれんからね、一応エクスキューズで言っときます。はい、そういうことなんですよ。で、次ご紹介したいのがこちら。はい、このお坊さんの後ろ側の襖絵があるんですけども、青っていうね、
めちゃめちゃ色鮮やかに描いてるなぁと、すごいなぁと思いますよ。まあ多分これ海か夜かなんかなんでしょうけど、そこにまあ白鷺が描かれてますよっていう絵なんですけども、へえ、こんななんかね、現代やったらこの色使いっていうのもね、まあまあ綺麗なとか、まあこういう絵があってもええなと思うんですけど、こんな鎌倉時代にこういう風なのがいいと思うような美意識がもう育ってたんだって考えたらね、めちゃめちゃ面白いなぁと。なんか昔のね、こう絵絵画とかって、あんまり色使ってないようなイメージが強かったんですよ。色使っててもところどころに鮮やかなものは描いてますけども、こんな一面色塗る、青いので色塗るっていうイメージがなかったんでね、へえ、こういう風なのがええと思ってるような美意識があったんだっていうのもね、すごい発見かなと思って面白かったですよね。で、その外側にあるのが黒いなんかね、格子のやつがあると思うんですけど、これがまあ障子の原型みたいなもんなんじゃないかなと思いますね。まあ今の障子とはね、やっぱちょっと違いますけども、まあここからねスタイリッシュになってって今の障子が生まれていったんだろうなと思います。そういうのがわかる、一例かなと思いますね。で、次ご紹介したいのがこちら、はい、こちら杉障子と呼ばれるものですね。まあ言うたら木の板に、直接絵を描きますよっていう、まあ、杉戸絵とも言いますけど、まあ、そういうふうな、襖もありましたよと。まあ昔のね、一番最初の原始の襖っていうのは、木の板に、絵を描いてたっていうのは一緒なんですけども、それは、木の板に一応絹を張って、その上にまあ絵を描いたのかなっていうところなんですけども、これはそれではなく、そういうふうな形じゃなくて、もう絹はなくて、木に直接ダイレクトに描いたという、こういうふうな、襖絵っていうのもあったんですね。で、まあ、よう描かれとったらしいんですけど、馬が描かれてると。まあこんな風な感じのものがよく描かれてましたよっていうのもよくわかると。結構ここでほんまいろいろわかるでしょ。このね、ボケ絵言葉はね、めちゃめちゃいろんな風俗、この時代の風俗がわかるので、めちゃめちゃ面白いんで、ね、もっともっといろいろ見てみたいなと思えるような資料ですね。で、次ご紹介させていただきたいのがこちら。はい、こちらがね、唐紙の障子ですね。唐紙障子ですね。まあ、文様が刷ってあって、まあ、貼ってありますよね。まあ、今の襖もこれいう風なものに近いものが結構あるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと旧家のね、襖とか見てみたら、こういう風な文様がいっぱいある襖っていうのがまだ残ってたりするのでね、そういったものの一番原始的なものがこういう風な、鎌倉時代ぐらいから生まれてたんだよって考えたら、まあ、面白いかなと思います。はい、ということで、今見てきたように鎌倉時代ぐらいになってくると、こういう建具、襖とか、障子とかっていうのも、現代のものに非常に近いものがいろいろ発展して生まれてきたんだなというのがわかるかなと思います。で、ここら辺になってくると名称がちょっと変化します。はい、ちょっと襖障子って長くねみたいなね、唐紙障子って長くねみたいな感じになって、襖障子じゃなくても襖でええやんっていう、今現代の我々のイメージに、この鎌倉時代ぐらいでやっとなったということなんですよ。はい、襖障子じゃなくて襖でええやん、唐紙障子じゃなくて唐紙でええやん、で、明かり障子じゃなくて障子でええやんっていう風な形になって、現代の我々のやっとイメージ通りの言葉の意味になったのがこの鎌倉時代になりますと。やっとだったか、もうややこしかったね、もう襖障子とかもうわからんね、僕もどっちが何がどうやねみたいな感じで調べたと思っとってんけども、やっとここで鎌倉時代で整えましたということです。はいはい、ということで、ここからね、まあ今まで障子とか襖とかそういったものの成り立ちとかを見てきましたけども、ここからね、代表作を各時代ごとで、見ていきたいなと思います。いろいろあるんですけど、今までもね、いろいろね、僕こう作家さんを紹介してきて、代表作っていうのを紹介してきたんですけども、その中でもね、襖絵っていうのは結構あったのでね、それを復習も含めていろいろご紹介したいなと思いますので、見ていきましょう。まずご紹介したいのが、室町時代ですね。室町時代、室町時代で特徴的なのは、今現在我々が和室と考えて、想像できるようなものっていうのがこの、室町時代には確立されました、生まれましたよということなんですよ。まあ、書院作りと一般的に言いますけれども、まあ、基本的に床の間があったりとかね、こう和室的なものが全部整いましたよっていうのが、室町時代になります。だから武家作りの一端が、この書院作りとして、生まれましたよということなんですよ。で、そういった、こう構造の部屋の変化っていうのがある中で、襖もね、たくさんこう、まあ、整ってくるようになったんですよ。今の和室の形ができるようになったということで。ってなったら、今までの絵画っていうのはどうしても中国から学んできた絵画っていうのが多かったんですよ。
ってなったら、その絵画をジャパナイズで描けるようにしないとダメだねっていう発想になったんですよ。まあ、ふすまとかも、だから言うたら建築様式が中国と日本で違うじゃないですか。まあ、中国ではふすまとかもないし、こう、大きい部屋の広さとかも全然違うので、そこから伝わってくる絵っていうのも、ちっちゃかったり大きかったりするので、それを日本の建築様式、このふすまで描こうと思ったら、ちょっとうまいことちょっと転用せなあかんなと、なんかいいところだけピックアップして応用して描かなあかんなっていう発想になって、その画法を整理しましょうっていうことで整理したのが、加納元信という人だったんですね。はい、加納元信、加納派の2代目になりますね。初代は加納正信さんという人がいたんですけど、まあ、この人がスタートで加納派やったんですけど、加納派を、こう日本美術史上の中で最大の絵師集団になるきっかけを作ったのがこの加納元信さんなんですよ。それは何でかというと、中国の絵画のやり方っていうのを、日本の建築様式に合わせるようにマニュアル化したんですね。はい、誰が描いても、同じような風に描けるように、描き方っていうのをマニュアル化していろんな弟子たちにこう教えることで、全員でこの一つの、でっかい障壁画っていうのを、描けるように、襖絵を描けるように、したっていうことで、加納派っていうのは発展したんですよ。その中に、中国の描き方にプラスして、日本の大和絵っていうのも、いいところを取り入れて、日本流の描き方っていうのを、作り上げたっていうのが加納元信さんなんですね。はい。で、まあ代表的な作品っていうと、四季花鳥図ということなんですけども、まあこういった感じでね、まあ日本の建築様式に合った余白の取り方であったり、木の構図の描き方っていうのも、こういったところで確立していきましたよっていうのが、この室町時代の一番の特徴かなと思います。で、その後安土桃山時代になって、その加納派の描き方を引き継いで、すごい人が出てきましたよっていうのが加納永徳になります。はい、加納永徳っていうのはその、加納元信が作った、筆法をさらに倍化させて、自分なりの画風っていうのを作り上げた人として、天下人、時の天下人に取り入ってすごい重宝されて力をつけた人ということで、加納派の中でも随一の天才というふうに言われております。はい、だからまあ織田信長とか豊臣秀吉とかに、こう気に入られて、安土城とか聚楽台とか大阪城とか、そういったものの障壁画とかを全部担ったのが加納永徳というふうに言われております。まあ一門引いてね、ぶわーっと、やったというのが言われております。ただ残念ながらあんまり作品残ってないんですよ、加納永徳って。ね、戦乱で結構城とかほとんど焼けちゃったので作品ほとんど残ってなくて、まあ唯一残ってる作品で、これは襖絵だったんだよっていう分かってるのが、日の傷屏風という作品になります。それがこちら。はい、これがね、金字納彩と呼ばれる、まあ、加納永徳の特徴とした、画風なんですけど、まあ、金をたくさん使ってますよと。で、そこに、すごい濃い色彩で、ダイナミックな大画と呼ばれるダイナミックな作品を、描きますよっていうのが加納永徳の描き方の特徴なんですね。で、まあ、それを一番表しているのがこの日の傷屏風ということで、これ、屏風と言ってますけども、これもともと、襖絵だったんですよ。その襖絵を、まあ、屏風に今仕立て替えてまして、この写真はね、あの、八曲屏風という意味、八曲屏風を聞いたことないけどね、八枚折りの一枚の作品だったのが、平成の大修理で、今、四曲の一層の屏風になってます。だから左と右で四枚四枚の屏風になってますよという、こういうふうな変異があるんですけども、もともとは襖絵だったと。で、この作品っていうのは、今年の10月に東博が150周年の記念で、持ってる国宝を全部見せますっていう展覧会をやるので、それの中で紹介した動画っていうのがあるんですけども、そこで詳しく、解説しているので、よかったらそっちの動画をご覧になっていただきたいなと思います。まあ、めちゃめちゃ面白い。これ10月見れるからね、この作品見れるので、ぜひね、東博の東京国立博物館か、日本で一番古い博物館の、展覧会で150周年記念で、持ってる国宝全部、絵画も壺とか全部含めて見せますよっていう展覧会があるので、ぜひ、ね、そこで、これも出ているし、他の作品もあるので、見に行っていただきたいんですけども、まあ、そういったものの、代表作が、ここで、安土桃山時代に描かれましたよと。で、その動画の中でも言ってるんですけども、襖絵の特徴というか、ルールでもないかな。まあ、襖絵って、まあ言うたら安土桃山時代から今に至るまで何回も修理されてるんですね。で、襖絵を修理するときって、襖ってこう、引き手があるじゃないですか。動かすときにこう、手を引っ掛ける
道具、あの穴があると思うんですけれども、あの引き手を、この襖に取り付けるときに、穴を開けんとあかんのですよ、ズボって。だその部分だけあの本紙がない、絵がないので、修理するときにそれをパカッて外して、もう一回裏打ちしたらそこだけ穴が開いてるような状態で、とりあえず表具が出来上がるんですね。で、また新しい引き手を、開けて、そこにまた新しい穴ができるということで穴ぼこがいっぱいできてくる形なんですよ。でそれをそのままにしてると穴のところだけ絵がないからなんか悪目立ちするじゃないですか。っていうのを、修復した跡っていうのが、必ず襖絵にはあるので、そういったものをね見ていくと、まあ、面白いんじゃないかなと。それが、まあ、襖絵の、まあ、ルールというかよくある特徴かなと思います。だからこの日の傷屏風もね、動画の中で解説してますけども、修復した跡っていうのがいっぱいいっぱい見えるのでね、そういったものを見るのもまたちょっと面白いんじゃないかなと思うので、よかったら東博ご覧になっていただければなと思います。で、次、安土桃山時代で紹介したい襖絵というのが、開放優勝っていう方の、雲龍図になります。それがこちらです。はい、なかなか迫力の雲龍図、まあ龍の図ですよね。これは京都の建仁寺にある、龍になります。はい、建仁寺。僕も一回見に行ったことがあるんですけど、めちゃめちゃ迫力があって、この時代で、やっと龍っていうものが襖絵の画材としてこう描かれるようになったんやなっていうのを知れてね、めちゃめちゃ面白かったですね。めっちゃかっこいいですよ。まあ総龍でもう一匹龍がおるんですけど、こっちの龍の方がかっこいいんでね、僕はこっちばっかり紹介するんですけど、かっこええなっていう形なんですけどね。でこの竜なんですけども、クローズアップで見てみるとちゃんと鼻毛まで描いてるんですよ。鼻毛描くんや、開放優勝鼻毛まで描くんやというのでちょっとおもろいなというところなんですけど、まあ、こういうふうなものが、水墨画でね竜っていうものが、この時代には描かれるようになりましたよということなんですよ。で、次ご紹介させていただきたいのが、長谷川東博の山水図ということで、それがこちら。はい、なんか何が書いたかようわからんなっていう感じじゃないですか。なんか白いのいっぱいあって、なんか山水が多分書いてるんだけど、なんか目立ちにくいなって思った方多いと思うんですけど、僕もそう思ったな。なんかなんでわざとこんなに書いたんやろうなと思ったんですけど、これにはね、理由があるんですよ。ちょっと伝説的なエピソードがあるんですよ。というのは、これね、大徳寺の三元院という塔頭で書かれた作品なんですけども、最初はね何も書かれてなかったんですよ。もちろんね、唐紙の、模様だけがある襖があったらしいんですよ。唐紙襖があったらしいんですよ。でそこに、長谷川東博がそこの住職に、三元院の住職に、いやーここの寺はすごいらしいですね、いやここの部屋にねぜひね私の絵を描かせていただけたらね、本当にもうこの寺の格も上がるというもんなんでね、描かせてもらえないですかねみたいな感じでこう自分を売り込みに行っとったらしいんですよ。ならそのお寺の住職っていうのは、いやもうええってこのお寺っていうのは修行の寺やからな、そのもうなんか絵を芸術品でどうこうするようなところじゃなくて、そんなん見とったらなみんなこう修行に集中せえへんやな、だからここはもうこの唐紙の襖でええねん、この無地じゃないけどなんかこうあるだ文様があるだけでもう十分やから、もう、ね、変なことせんといてくれみたいな感じで、なかなか長谷川東博のリクエストとかねオファーが断られとったと。っていうので長谷川東博はくそ、あの坊主何も分かってへんな、俺の実力をここで見せつけてやろうと思うのにいつかやったるからなって、こう虎視眈々と狙っとったと。なら、チャンスが到来して、その住職がちょっと、まあ、外出するということでおらんようになったのを長谷川東博が聞きつけて、よし今やということで乗り込んでいったらしいんですよ。なら、まあ、お寺の人とかもね、ちょっとやめてください長谷川さん、やめてくださいみたいな感じでもうこう来るんやけども、長谷川東博がうっさ俺書かせろみたいな感じでもう強引に入っていって、自分でうりゃーってこう絵を描いてしまったらしいんですよ。でも周りのね坊主とかも、まあ住職帰ってきた絶対怒るって、もう帰ってきたどうしようみたいな感じだったと。住職がとこどうしたんや、なんか騒がしいなって言ったら、住職すいません、長谷川の東博が住職があんだけ言ってたのに襖にね勝手に絵を描いてしまったんですよ。何、長谷川東博あんだけすんな言うたのに勝手なことしやがって、ほんま調子乗りやがって、ほんまおい東博どうなっとんねん、カラカラカラ、おう、ええやないか、素晴らしい家やないか、お東博おったんか、これはお前が描いたんか、
はい、私が描かせていただきました。まあ、差し出がましいかとは思いましたけども、ここのね、あのお寺にはこの部屋にはもうこれがね絶対合うと思って、私がもう住職にいない間に、無断で描かせていただきました。もう誠に申し訳ございません。ただこの作品はね素晴らしいと私も自信を持ってね、言えるので、ぜひねこれを大事にしていただければなと思うんですよ。いいじゃないか。許す。素晴らしい作品だ。これを我が寺で愛蔵しようじゃないか。お皆のもの、皆のも来い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 。これを代々受け継いでいく、そういう形にするんだ。良いな。みたいな感じで、描いたのが、こちらの作品ということで、もともと唐紙がこうね、描かれた文様がある唐紙があるところに、しゃーなしでも長谷川等伯は、描いたというふうに言われてます。だからまあ、もともとね、絵を描こうと思って作ったあの襖じゃなかったんですよ。もともとある襖に長谷川等伯が後から描いたという、そういうふうなものだったんですね。でまあこの唐紙のね、この白っぽい銀みたいなやつは、雪を表しているということで、まあ、石系山水だというふうに言われていると。なかなかうまいこと言うなという感じなんですけど、まあこういうふうなエピソードってはまあ生地間違いじゃないんだろうな、その大げさじゃないんだろうなというふうに考えられてます。で、そんだけまあ住職がね、大切にせよって言ってたんですけども、残念ながら明治時代の廃仏毀釈で、ちょっと追いやられてしまってどっかに行ってしまったらしくて、各パーツごといろんなところのお寺が持ってるというふうな状況になって流出しちゃったということらしいんです。残念みたいな感じですけど、そういったものが、この長谷川等伯の山水図になりますよということで、まあいろんなものがあって面白いですね。安土桃山時代も。で、次の時代なんですけども、江戸時代になります。はい、江戸時代がね、この襖絵に関してはね、一番面白い時期じゃないかなと思います。もう多種多様な襖絵があるのでね、もういろんなものを紹介したくてたまらなくなるような、そういう風な時代なんですけども、まあ、一つ一つで、ご紹介させていただきたいなと思います。まずね、ご紹介させていただきたいのが狩野探幽ですね。狩野探幽、江戸幕府に入り込んだ狩野派ということで、狩野派の江戸時代の発展の基礎を築いたのが狩野探幽ということで、以前ね狩野探幽の動画というのをご紹介しているので、ね、そこで見ていただいたら、まあ、あの狩野探幽に関しては、一通り学べると思います。まあ、めちゃめちゃね、あのなんか狩野派の基礎を築いたあのすごい人だって尊敬を集めてるみたいな感じで思われがちなんですけども、実はめちゃめちゃ苦労人でめっちゃハードワーカーやったっていういうふうな内容なんですけども、まあ、その彼の代表作っていうのが、二条城の二の丸御殿の、障壁画なんですね。ここはね、狩野派美術館とも言われるぐらい、狩野派の、一派を全部が引き連れて、もう全勢力を注いで、完成させたっていう、障壁画が山ほど残っているのがこの二の丸御殿なんですね。二条城の、なんとね3600面の、作品が残ってると言います。3600面、すごいな。3600面もあんのって感じなんですけど、そう、3600面もあって、確かそのうちの1000点ぐらいが重要文化財になってるとかね、もうそういうふうなぐらいのもう素晴らしい作品が残っている、二条城二の丸御殿の、襖絵がありますよと。まあ、ここもね、あの一回行ってみたいなと。もうこれはね、語るよりも、実際行ってみた方がええやろうなということで、僕まだ行けてないでね、いつか行きたいなという、そういう風なのが、まあ特徴的にまず第一最初紹介したのでありますよと。で、狩野探幽は、そのまあこんな豪華なやつも描いてるんですけども、水墨画もめちゃめちゃ描いてるんですね。で、狩野探幽の水墨画の襖絵が一番あるのが大徳寺ということなんですよ。それがこちら。はい、狩野探幽っていうのは大徳寺とめちゃめちゃこう交流があってね、仲良かったということで、この大徳寺には狩野探幽のこういう水墨系の作品っていうのが一番あるというふうに言われてます。まあ、あの天井画の竜とかもねあるというぐらい、まあ、めちゃめちゃ大徳寺には作品が残ってるんですけども、こういうふうな襖絵っていうのが、まあ、あの特徴的かなと。で、狩野探幽の作品の特徴っていうのは余白の美学っていうのがめちゃめちゃあるんですよ。余白の美、はい、まあ、言うたらね、狩野永徳、先代の、ね、あの安土桃山時代に活躍した天才の狩野永徳っていうのは素晴らしい作家だったんですけども、まあ、時の権力者からめちゃめちゃ仕事受注を受けてたので、あんまりにもやりすぎてたので結構過労で早めに亡くなっちゃったという、あの狩野派の、汚点があるんですね。その狩野永徳が、早くに亡くなっちゃったおかげで、その後結構狩野派というのは混乱をきたしてたんですよ。どうすんねーみたいな感じで結構混乱をきたして、なんとかそう
それを集結して江戸幕府の中で安定的な地位を得た、狩野探幽的には二度と同じ鉄を踏まないようにしようということで、そんなにいっぱい受注が入ってもしんどくならないように抜きを大切にしようということで抜きを極めるっていう風な、作風が多いです。なのでこの、山水図っていうのも抜きが非常に多いんですけれども、微妙なグラデーションを使うことによって、抜きが多いんですけれども手抜いてるように見えないよと、なんかその余白には意味がある余白なんじゃないかというふうな、感じで描いているのがこの大徳寺の作品になります。で、残念ながら狩野探幽以降の狩野派っていうのはこの意味のある余白っていうものの意味がだんだん見出せなくなって、だんだんねコピーしていこうとすると本ちゃんとオリジナルの本当の意味が理解できなくなって雑くなっていくんですね。で、最終的には狩野探幽以降の狩野派っていうのは、その意味のある余白から意味のない余白になってしまって、ただのスカスカな絵になってしまったという残念な結果になったというのはよく言われることなんですけども、まあそういった、狩野探幽の作品がたくさん見れるのが大徳寺にありますよということで、こちらがね、まあ、ご紹介したいものかなと思います。はい、で次ご紹介させていただきたいのがリンパになりますね。リンパ、はい、リンパっていうとこの装飾的なもののイメージっていうのを絵画の世界に持ち込んだ、一派ですね。もともとは大和絵から、発展した一派というふうに言われておりまして、その装飾的ってどういうことっていうと、着物の柄とか文様とかってあるじゃないですか、まあ、衣装といったりですかね、ああいったものって絵とは言わないんじゃないですか、デザインとかって言うじゃないですか。でもそういったふうなデザインとかっていうのを絵画の世界に持ち込んで、ああいったものを絵画的に描いたら、ちょっとおしゃれでシャレオツなものになるんじゃないかっていう実験的な取り組みをしたのがリンパというふうに言われてます。そういうふうな画風がリンパと言われてます。で、四大巨匠がいるんだよと、江戸時代に四大巨匠いるんだよということで、過去ねご紹介させていただきました。初代が、田原屋宗達と、で二代目が、尾形光琳と、で三代目が酒井宝一と、で四代目が、鈴木喜一だと、まあ、この4人が、素晴らしいこう、江戸時代の中でもかなり特徴的な、装飾的な、画風の一派を作ったんだよと、まあ、一派って言ってもね、直接弟子入りしてるっていう人は少ないので、ほとんど独自でね、勝手に私塾して、受け継がれていった一大集団がリンパなんですけども、まあ、この4人の中で、代表的な、襖絵を描いてる作家っていうのが2人います。それが、最初の田原屋宗達と、最後の鬼才と言われた、鈴木喜一になります。この2人の作品をちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まずね、田原屋宗達ですけども、この人の、襖絵っていうのがこちら。はい、象でございます。象、白象図ということで、養元院っていうお寺の杉戸絵に描かれたのが、この白象図になりますね。はい、でこの養元院っていうのがね、この歴史のね、この、豊臣と徳川の移り変わりと、こう大海三姉妹っていう茶々初豪っていうのがこの時代の移り変わりの中で、あんまり表立っては出てこないんですけども、裏側ちょっとほじくれば出てくるような、このドロドロした関係が好きっていう人にとってはこの養元院っていうのはもうよだれだらだらになるようなめちゃめちゃこうね、面白い寺なんですよ。いろいろあった、吸ったもんだ、いろいろあった。基本的にまあお豪さんが豪、徳川秀忠二代目の将軍の奥さんが結構いろいろやらかしてるんですけども、まあそれに付随する中で、田原屋宗達が、この養元院の杉戸絵を描くことになったということなんですよ。まあ、詳しくねそこら辺のいきさつとかそういった絡みっていうのを知りたい方は、田原屋宗達の動画と、その後の尾形光琳の動画でそこら辺の、養元院関連に関する説明というのをしているので、よかったらそっちご覧になっていただければなと思います。はい、でまあ、この白象図なんですけどね、まあ、これこそね田原屋宗達が永遠のイラストレーターっていうふうに言われてる、ゆえんなんですよ。すごくないですか、ようこんな斬新な作品を、この時代に描いたなと。めちゃめちゃ装飾的ですよね、イラストレーションですよね。まあ、こういうふうなものを、描いてっていうのが、田原屋宗達の白象図になります。でこれ、画像で見たらねあんま大きさ伝わらないかもしれないですけど結構でかいですよ。はい、人のまあ、と見ても襖やからね、人の身長よりもでかくないと分かんので、それぐらいの大きい結構迫力のある白象図っていうのが、これぐらいの距離でね確か見れるので、京都行って養元院行ったら結構穴場でね、見れるみたいなので、ぜひね、この養元院の白象図っていうのを見に行っていただければなと思います。
で、次ご紹介させていただきたいのが、リンパ第4の巨匠ということで最後の奇才と言われた、鈴木キースですね。攻撃的なもうギンギンのギャンギャンの作風っていうのが、この鈴木キースの特徴なんですけども、この人もね襖絵を描いております。この人の襖絵っていうのがこちら、はい、風神雷神図襖ですね。襖、はい、屏風じゃなくて襖ね。この風神雷神ってね、なんか見たことあるわ知ってるわっていう方も多いと思うんですけども、これリンパの作家は全員描いてるんですよ、風神雷神図っていうのは。まあ一番最初初期は俵屋宗達が描きましたよと。でその後尾形光琳が、それを見てお感動して、おもうこいつをすげえもうトレースしたろみたいな感じで、結構そのまんま忠実にトレースしたのが、尾形光琳の風神雷神図屏風でありますよと。で、それを、見たのが酒井抱一なんですけども、それをなんかねあんまりきっちり見れなかったので、ちょっと雑くトレースしているのが風神雷神屏風で、ありますよというのが酒井抱一と。で酒井抱一に直接弟子となったのが鈴木キーツなんですけども、鈴木キーツはもうお師匠さんのその、残念なトレースはもうどうでもええから、俺は俺でしてもうはっちゃけて自分なりにやったるんじゃということで、鈴木キーツだけは襖絵に描きましたよっていうのがこちらになります。で作風もねもうガラッとトレースとかもうええねもうニュアンスだけを自分の中でこうね落とし込んだら自分の好きなように描くということで、襖絵で墨で描いたのがこちらになりますということで、かなりねもう屏風と違って襖なのでワイドになって、こう勢い躍動感、墨の躍動感とかももう自由気ままにこう描いてるっていうのが、こちらの風神雷神図屏風になります。あ、風神雷神図襖になります。だから鈴木キーツってね、あのリンパの中ではね、4人の中では一番マイナーかもしれないですね。俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一の方がどっちかというと、まあ、メジャーで人気があるというイメージなんですけども、実は一番尖っててギャンギャンな作品を残しているのは鈴木キーツなので、僕は結構鈴木キーツに思い入れがあるので、よかったら鈴木キーツの動画、ご覧になっていただければなと思います。結構ね鈴木キーツはね、あの動画まとめるの苦労したよ。あれね、一応動画でまとまってるんですけども、あのね3回ぐらい撮り直しした、うん、うまいこと喋られへんねん、なんでか鈴木キーツって結構まとめるの難しかって、うまいこと喋れんな、なんかうまいこと自分の中で消化不良やなということで3回撮り直してるからね、もう10時間ぐらい結局かかったり、ね、撮影も編集も全部含めたらっていうぐらい結構大変やったんで、鈴木キーツの方動画をよかったらご覧になってください。はい、で次ご紹介させていただきたいのが、蘇我松柏になります。はい、蘇我松柏、蘇我松柏は日本美術史上最大の問題児と私は言っております。はい、鈴木キーツも結構ギャンギャンな攻撃的なもんだったんですけども、蘇我松柏はもうそれの気じゃないというか、もうほんまにねこの人はね、まがまがしい、攻撃的な不協和音しかないような作品です。まともな作品は一切ございませんっていうような作品なんですけども、ただめちゃめちゃ中毒性が強いんですよ、蘇我松柏って。めっちゃおもろいな、この人にしか描けへんなって、なんやねんそれみたいな作品がめちゃめちゃもう多くて、中毒性が強くて、まあこっってりしてんなって感じ。もうこってりラーメンなんか中毒性が高くて体悪いなと思うけど食べたくなる時ってあるじゃないですか。あんな感じで蘇我松柏の作品っていうのはなんかもう消化不良を起こすかもしれんけど、なんかちょっと中毒性あるから見てみたいなというような、そんな作品なんですよ。そんな作品の蘇我松柏の代表的な作品っていうのが、雲龍図という作品になります。それがこちら。はい、いかがでしょうか。めちゃめちゃ迫力の龍でしょ、雲龍図でしょ。まあ顔でかっていうね、もうこれめちゃめちゃでかいんですよ。8面の襖なのでめちゃめちゃでかいので、そのでかい襖のこんだけの部分エリアを、顔で埋めているということで、相当でかい、相当迫力があるというふうな、感じの雲龍図になるんですね。だからさっきの解放優勝の雲龍図と比べても全然ちょっともう全然違うなっていうのがよく分かっていただけるかなと思います。でまあ、これはね今、ボストン美術館にね保管されてます。アメリカのボストン美術館に、まあ、保管されてて、ね、まあ、門外不出と言われているような作品なんですけど、過去1回だけ日本に帰ってきたことがあります。何年前やろ、10年ぐらい前になるのかな。もうその時は僕まだこう日本美術とかこういうのにあんまりそこまでねどっぷりハマってなかったんで、スルーしてたんですけども、今行ったら一回見とけばよかったなと思えるような、作品ですね、この、まあ、ムンリューズで。まあ、今現在はこれの複製画が、こう日本に入ってきて、天龍寺の襖
として、ふすま絵として、展示されていると。だから特別会館とかであったら、こう見れるようになっているということなので、まあ、機会があったらね、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですけど、まあ迫力の雲龍図ですよね。こんなふすま絵やったら面白くて知らないやろうなと思いますけどね。で、江戸時代面白いでしょ、まだまだいっぱいありますからね。ちょっと江戸時代 よく見ていきましょうよ。はい、次ご紹介したいのが、丸山応挙と長沢露雪になりますね。はい、丸山応挙っていうと、18世紀の江戸時代中期の京都画壇の、キングと言われた男になります。はい、キングの絵師です。18世紀の京都って言ったら、まあ、江戸時代中期の京都って言ったらめちゃめちゃいろんな絵師が群雄割拠状態でおったんですよ。個性豊かな絵師が、まあ、この丸山応挙もそうですし、さっきの曽我松柏も、同じ時期ですし、あとは伊藤若冲っていう、まあ、後で紹介する作家もこの18世紀ですし、他にも与謝蕪村とか池大河とか、まあ本当に、もう上げ出したらきりないなっていうぐらい、めちゃめちゃたくさんのすごい才能がいっぱい集まったのが、ようこんだけ集まったなっていうぐらいなのが18世紀の京都だったんですけども、その中で圧倒的にずっとナンバーワンの地位を得てたのがこの丸山応挙だったんですね。で、なんでそんなに人気あったのかっていうと、写実的な描き方を初めてした男として、まあ有名だったんですね。写生画、写生画と言われるんですけども、とにかくまあ緻密に写生的に描くっていう作風が、いろんな新しい人たちの、こうハートを掴んだんですね。新興商人とかのハートを掴んだり、まあいろんなお寺さんのパトロンになってもらうような、援助を受けたりという、まあ、あと朝廷とか貴族とかそういった人たちに、すごいそれは斬新だみたいな感じで可愛がられて、一躍ヒーローになったのが丸山応挙と。で、その丸山応挙の、最後画業のクライマックス、晩年のクライマックスっていうのが、大乗寺っていう兵庫県の霞にある、お寺があるんですけども、そのお寺の襖絵を一門の優れた弟子たちを率いて、全面仕立てましたよっていうのが、まあ、応挙ミュージアムという名前を取る、大乗寺の襖絵になります。で、まあ、いろいろ描いてるんですけども、その中で代表的なのが、まあ、クジャク図かなということです。それがこちら。はい、まあ、金字にこう墨で書かれたということでね、もともとはね、応挙ってクジャクめっちゃ書いてたんですけども、色鮮やかなクジャクが多かったんですね。彩色のクジャクが多かったんですけども、最終的にはここでは、まあ、墨のクジャクになったんだよっていうことなんですよ。で、まあ、残念ながらね、このクジャク図っていうのは今はね、レプリカに、置き換えられてます。まあ、それはね、昔はね、生を出しとったんですよ。お寺で生を出しとったんですけども、やっぱり保管の観点とかいう意味で、言うてもね、一応サクサク的なものがあるんですけども、言うたら触ろうと思ったら触れるぐらいの距離にあったのよ。僕行ったことあるんですけども、触れるぐらいの距離にあったので、やっぱまずいなってなるのが普通じゃないですか。ということで、一応高精細な複製レプリカを作って、今現在はそれと交換して、そのレプリカがまあ見れるという形になって、その本ちゃんは別のところになんか倉庫みたいなのを作って、そこに展示しているというふうに言われてます。なんかね、運よくタイミングがあればそっちの本ちゃんの方も見れるらしいんですよ。そのご住職の、気分次第になってくるのかもしれないですけどね、まあ、見れるらしいので、まあ、運良かったらそっちも見てもいいんですけども、今行ってもね、そのレプリカの方だけでも結構面白いのでね、よかったらご覧になっていただければなと思います。で、レプリカ以外のその弟子たちが描いたやつっていうのは、まだそのまま残ってるので生で見れるので、応挙ミュージアム大乗寺はね、ぜひ行っていただきたいなというところですね。で、まあ、このクジャク図なんですけどね、実はね、1回描いてたんですけども、火事で燃えちゃったんですよ。天明の大火っていう京都の8割ぐらいを焼く火事があったので、そこで全部燃えちゃったんで、応挙のそのクジャク図ってもう燃えちゃったんで、もう一回書き直したのがこの作品になります。はい、で、結構もう晩年ね、もう亡くなるちょっとぐらい前にやっと完成させたっていうのがこの大乗寺の、襖絵なのでね、まあ、よかったらぜひ見に行っていただきたいなと思います。で、襖絵の特徴として、ルールとして、まあ、いい例として挙げるのはこの、大乗寺に山水の間っていう、まあ、山水風景を描いてる部屋があるんですね。大倉が描いてる。で、そこっていうのは、まあ、普通襖絵って、なんていうの、図録とか
画面で見ようと思ったら辛い位置でこう一枚物としてペタッて見せるじゃないですか、紹介するじゃないですか。ただ、日本の襖ってやっぱ建築家屋の、建具なので、言うたらコの字になってますよね。この字とか、部屋なんでね、角がありますよね。だから、こう見る角度によってその絵の見え方っていうのをちゃんと考慮して構造をとっていくんですよ。だから奥地の方に行くに従ってこうなんか滝があったりとか、うまく変化が見れるような構図の取り方をしたりするんですね。で、その山水の間でいくと、こっちから手前から奥を見ると、こういうふうな遠近法で見えるんですけども、逆に向こう側奥から手前を見るとまた違った見え方をするっていうふうな、すごい視覚のマジックを使ったトリックアート的な、描き方をしているのが、山水の間なんですね。だからこれもね、実際行ってみたらね、本当に面白い。画像で見るのと、実際のこう見た感じで、感じる風景の変化っていうのをね、見てみると面白い。で、襖絵の特徴っていうのはそういう風なトリックっていうのを結構ね、丸山王家だけじゃなくていろんな絵師が、やってます。風景画とかでもいろんな建築のこの見える角度とか奥とかを考慮した上でいろんな構造を考えて、作品を描いているので、襖絵とかっていうのはやっぱ生で見てほしいなと。ぜひその建物の中で、構造の中で見てほしいなっていうのが一つの特徴かなと思います。なかなかね、博物館で襖絵だけバコって持ってきて、はい展示っていうのが多いんですけども、もちろんそれはそれでそれだけでも素晴らしいんですけども、できれば建物の中でどういうふうな構造だったのかというのを理解しながら、見ていくとさらに味わい深くなるんじゃないかなというのが、襖絵の特徴になります。はい。で、この大乗寺で王家が率いて弟子を率いて描いてた中の一人が、長沢芦雪という作家になります。で、この長沢芦雪っていうのは王家の中の弟子の中でも1、2を争うぐらいの実力者だというふうに言われてるんですけども、性格がねぶっ飛びすぎてて、あんまりね結構、王家の言うことを聞かなかったらしいんですよ。跳ね返りやったみたいで、3回ぐらいなんか波紋にされかけたみたいな、なんかそんな形なことを言われてるぐらいのいろんなエピソードが、なんかレジェンドみたいなものがある、人がこの長沢芦雪。その人が描いたのが、お猿さんの絵になります。それがこちらです。はい、こちらなんですけども、比較的にこの大乗寺にある他のお弟子さんが描いてる作品っていうのは王家の作風にすごいそっくりだなっていうか、弟子やったんやな、忠実に守って写実的な絵を描いてるんだなっていうのは感じるんですけども、長沢芦雪に関してだけは、全く守ってないなっていう感じで、めっちゃ早描きなんですよ、このお猿さんは。めっちゃ早描きでうわーって描いてる、もう勢いそのままにもう即筆で描いてるんですね。なんですけども、めちゃめちゃ勢いがあって、その猿の躍動感とか勢いっていうのが伝わってくる、この長沢芦雪の、この画力の高さっていうのを非常に感じることができるのがこのお猿さんなんですよ。まあ、岩場とかをねこう見てみるともうすごいですよ。もう筆で言うとシャーってもうめっちゃ早く描いてるんですけども、何を描いてるのかなっていうのが、近くで見てみるとよう分かんないんですけど、離れて見てみるとちゃんと岩場にちゃんと的確に少ない筆致ですごい早い筆致で、表現されてるっていうのがね分かるのがこのお猿さんの図のめちゃめちゃ面白いところかなと思いますね。で、この長沢芦雪っていうのは、まあ、和歌山にね結構代表作が残ってます。はい、和歌山。なんか王家の、お使いで王家のなんか知り合いが和歌山におったらしいんですよ、お坊さんが。で、王家がなんかそのお坊さんがなんかお寺をなんか改築したかなんか作ったかなんかそんなんで、ちょっとお祝いでちょっと絵を描いたから、ちょっと長沢芦雪お前そのこの絵を向こうで届けてきてくれやみたいな感じで頼まれたと。で、あんまそうそうすんなよとか言われてたんですけども、長沢芦雪は王家がおらんのええことに、ここでかなり爪痕を残して、帰っていったというふうに言われております。代表作めちゃめちゃ残って書きちぎりまくって、もう和歌山に長沢芦雪ありみたいな感じの作品が山ほど残っているので、和歌山行かれた方は長沢芦雪の襖絵とかもめっちゃ残っているので、ぜひね見ていただきたいなと思います。その中で代表作、長沢芦雪といったこの作品代表作っていうのが、虎になりますね。ジャンピングタイガー、これが、長沢芦雪の代表作なんですけども、それが描かれているのも和歌山になりますので、ぜひね、和歌山行かれた方はこの長沢芦雪の襖絵見ていただきたいなと思います。
はい、で次ご紹介させていただきたいのが、伊藤若冲になりますね。伊藤若冲、まあ本当に江戸時代ってこう京都ってバラエティに飛んでんなって感じなんですけども、伊藤若冲もかなりパンチの効いた作家さんですね。鶏大好きな伊藤若冲ということで、まあ鶏がめちゃめちゃリアリスティックに書かれているのが伊藤若冲になります。でそれらを30幅ぐらいいろんな、まあ、鶏を中心に描いた、掛け軸っていうのを相国寺に奉納したという動植祭絵っていうのがめちゃめちゃ有名な代表作になりますね。で、まあ、この伊藤若冲が、まあ、天明の大火、さっき丸山応挙が火事で孔雀の絵が焼けて2回目描きましたよというあの話の大火の時にちょうど伊藤若冲も京都にいたんですけども、当然京都の8割ぐらいが焼けちゃったので伊藤若冲の家もまあ焼けちゃったということで、一時期ね大阪の方にまあ避難というか滞在してたというふうに言われてるんですよ。その時に描いたっていうのが、大阪に西福寺っていうお寺があるんですけど、そこの襖絵なんですね。サボテン群景図という作品になります。それがこちらです。はい、金襖に、色とりどりの、ね、鶏が、まあ、ダイナミックに描かれているということで、結構ね動植祭絵とかっていうのはもうこれでもかっていうぐらい密に密に描き込んでるっていう特徴がこの伊藤若冲だったんですよ。本当に病的なぐらいねめっちゃ細かく描いてるんですよ。この病的な細かさっていうのは多分江戸時代の絵師の中でも随一ちゃうかな、ちょっと異常やなっていうぐらいめちゃめちゃ細かく描いてるんですよ。もうようそんだけ描いたなって今でも多分それ再現できる絵師ってほとんど誰もいないんじゃないかなっていうぐらい細かく描いてるのが動植祭絵なんですけども、それとはちょっと打って変わって結構抜きを多く描いてるのがこのサボテン群景図ということで、また伊藤若冲の違った側面が見れる晩年の代表作として、まあ有名ですね。伊藤若冲もね、またちょっと一回紹介したいなと思ってるわけですけども、もう紹介した絵師がいっぱいおりすぎてね、順番ちょっとずつやりますからね、楽しみに待っていただければなと思います。はい、まあ、こんな感じで、江戸時代の絵師の代表的な襖絵というのはご紹介させていただきました。ただね、気になるのがね、葛飾北斎がね襖絵を描いたっていうのはね、いろいろ調べてるんですけどないんですよ。あの葛飾北斎がなんで襖絵を描いてないのかな、なんか理由があるのか、まあ、もしくは偶然なんか分かんないですけどね、なんか意味合いがあるのかなっていうのちょっとなんか気になるんでまだ調べてみたいなと思うんですけどね。葛飾北斎ってまあ天井画は描いてるし、八方の闇ってめっちゃでっかい岩松院の6メートル四方ぐらいのねでっかいの描いてるし、屏風もまあ描いてはいるんですよ。でまあ普通のね、その他もろもろも描いてるので、なんで襖だけないんかなと、大画面が苦手やったっていうわけでもないでしょうしね、なんでなんかなっていうのがちょっとミステリーなんで、もしかしたら知らんだけでね、襖絵あんのかもしれへんけどね、知ってる、あるよっていうのを知ってる方はぜひ教えてください。コメント欄で書いてくれると僕嬉しいなと、見に行きたいなと思うのでよろしくお願いします。まあ、こんな感じで、まあ、江戸時代はいろんな絵師の襖絵がもういっぱいありましたよっていう時代なんですけども、こっからどうなったかっていうと、ちょっとね、こっからはね、画像抜きになります。なんでやねんって怒らない、しゃあない、いろいろあんねん、理由があんねん、まあ、明治時代以降もね、もちろん襖絵はあるんですけども、画像がまず落ちてなかったと、そんな高精細な画像が落ちてなかったんで、汚いなっていうのと、まあ、あんまりね、なんていうかな、代表作的なものの、襖絵っていうのがこの時期ぐらいからなくなってくるんですよね。というのは、まあ、紹介した絵師ではなくなってくるんですよ。というのはここら辺の時期で屏風の方が描くことが多かったみたいなんですよ。というのは、出品展覧会が増えてくるんですね。文展とか院展とかなんとか展で描いなんかくなのとにかくコンペみたいな、展覧会、今の日展とか院展とかあるじゃないですか。あれの、もっと前進的なものがこの明治時代以降からこう出てくるんですけど、それの出品形式の、主流だったのが、大画面の屏風やったんですよ。持ち運びしやすいからね、折りたたんだらちっちゃくなるじゃないですか。で持ち運びしやすいということで、大画面で、こう表現するという意味で屏風が主流になっていったので、襖絵はね正直描いてはいるんですけども、みんな描いてはいるんですけど、あんまり代表作的なので残ってたりっていうのがなかった。個人の所有物であったりっていうので、あんまりねこう紹介できるものがなかったので、まあしゃあないなということで、まあ画像抜きでご紹介させていただきます。
で、昭和時代になってくると、あの著作権の関係で、障害できないんです。画像使えないなっていうので、これまた、画像抜きになりますけども、言葉だけでちゃんと紹介しますから、まあ、そこら辺はね、野村の表現力を信じて、ついてきていただければなと思います。はい、でまずご紹介させていただきたいのが、明治時代から昭和初期ぐらいにかけて、もう誰が有名な作家おるって言ったら、もうこの人しかいないっていうのが、横山大観でございます。はい、横山大観、この人を置いて近代日本画はなかったという、もうビッグネームですね。もう日本画とかあんま美術とかわからなくても、横山大観っていう名前だけは知ってるみたいな人もおると思うんですけど、それぐらいビッグネームの人が、描いた襖絵っていうのが、富士と箱根連峰という作品になります。はい、これはね、新橋の方で金田中っていう超高級料亭があるんですよ。割烹の料亭があって、で一元さんお断りっていうぐらいで、もうめちゃめちゃハードル高い、敷居高いなっていうような、料亭があるんですけど、そこの、襖に描かれた富士山、めっちゃでっかいダイナミックな富士山と、箱根の、山の、襖絵があるんですよ。でそれが、普通にしてても、その金田中さんはいけないんですけども、一元さんは断りやからいけないんですけども、さらに、お正月でしかその、ね、富士山の絵は見れないらしいんですよ。ということで、まさにほとんど超見れた人超レアっていうような作品が、この富士と箱根連峰という作品なんですね。で、まあ、画像ね、荒いけどちょっとの画像やったら、まあ、一応なんかネット上でブログとかで上がってきて、その数少なく行った人のブログで載ってるんですよ。っていうので見たら、まあ、やっぱり大観やなって思えるような作品なので、よかったら、まあ、ググってみてください。まあ、そういうのは見れると思うの で、もしよかったら、誰か、つてがあるんだったら、コネがあるんだったら、野村をその金田中の正月のなんか の、ね、あのお祝いに呼んでいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。まあ、そんな作品が、まあ、ありましたよと。で、次ご紹介したいのが、木村武山っていう作家さんの、作品になりますね。木村武山っていうのは、岡倉天心って、まあ、この時代、まあ、横山大観 の、あの師匠とも言われている、あの思想家なんですけどね、あの別に絵の師匠ではないんですけども、思想家として近代日本画をこう発展するのにめちゃめちゃ貢献した思想家の方が、岡倉天心、まあ、この岡倉天心がいなかったら、近代の日本画というのは、なかったと言っても過言ではない、超重要人物なのが岡倉天心。以前ね、岡倉天心についてめちゃめちゃ長く語ってる、もう大好きすぎてもう8切れたっていうような動画があるので、まあ、よかったらそちらをご覧になっていただきたいんですけども、その岡倉天心が、作ったのが日本美術院だったんですね。今でいう、院展をやってる、日本美術院の一番最初元祖を作ったのは岡倉天心だったんですよ。ただ、作った当初は良かったんですけども、やっぱりね、いろんな、作家のイデオロギーとかの食い違いがあって、ちょっと空中分解してしまったんですね、その日本美術院っていうのは。で、それをちょっと、まあ、復活させよう、ちゃんと再起を図ろうということで、岡倉天心とそのコアメンバーだけで、茨城県の伊豆良の方に移転して、再起を図ったっていうのが、まあ、俗に言う伊豆良時代ということで、そこに突き従っていったのが、まあ、横山大観とか、菱田春草とか、下村勘三とか、この3人と、あともう一人木村武山、この4人を、岡倉天心の、まあ、四天王というふうに言われてるんですけども、その四天王の一人がこの木村武山になります。はい、だからまあ同じ釜の飯を食った4人ということでね、まあ、横山大観はもう超有名で、まあ、もう今さっき紹介しましたけど、まあ、説明の余地もないかなと。でそれと同じぐらい天才だったんですけども、早くに亡くなってしまったのが菱田春草ということで、もうキレッキレの大天才が菱田春草で、玄人好みの超実力主義の、テクニシャンが、いぶし銀みたいなテクニシャンが下村勘三と。でその下村勘三の、弟子的やつが今パイセンとして、慕ってたのが木村武山というこの4人だったんですね。で、その下村勘三をして木村武山っていうのは、色彩の魔術師だみたいな感じのことを言われてます。色彩に関してはめちゃめちゃ長けてたんですね。まあ、確かに木村武山って、作品いろいろ代表作を見ていくんですけども、めちゃめちゃ色が、なんですか、使い分けがいいかな。ただ鮮やかなだけではなくて、まあ、もちろん燃えるような赤とかのね、アボゴーカみたいなすんごい燃えるような赤の作品もあれば、もうなんかすごいふわっ
って柔らかい、柔らかい、もうあこの人の柔らかさ好きみたいな感じで大好きになってしまうみたいな作品を残しているのが木村武山なんですよ。特に天女の作品はねめちゃめちゃいいんですよ。人物画の仏画とかね、そういったものの柔らかい表現とかもう光の表現っていうのがもう天才的な作家がこの木村武山なんですね。でその木村武山の代表的な襖絵っていうのが高野山の金剛峯寺に奉納した、3年ぐらいかけて奉納した作品っていうのがまあ代表作として有名ですね。まあ、仏画を描いたんですけども、すんごい細かいこう筆致のものも描いた作品ですね。それがね門外不出なんでね、なかなか画像もなければ作品を見ることもできないっていうような作品なんですよ、この高野山金剛峯寺の襖絵っていうのは。で、もう一つねお寺に書いてる作品があるんですけども、それが、成田山新勝寺というお寺の、天人総学という、まあ、作品なんですね。まあ、これも天女がこうなんか飛んでるような、そういうような作品なんですけど、これもめちゃめちゃ素晴らしい作品。これもねなかなかこうオープンできないんですけども、画像もないんですけども、過去ね1回だけこの高野山金剛峯寺のメインの仏画は無理やったんですけども、クジャクの図と、この成田山新勝寺の天人総額の襖絵っていうのは、展示されたことがあったんですよ。マジかよってこと、そうあったんですよ。それがね2011年が、木村武山の没後70年になるのかなの時に、なんかそれをもう門外不出やったのが、展示会ということで、確か岡倉天心美術館か記念館かなんかで、やったっていう資料だけが残ってます。はい、資料だけが残ってます。なかなかそこら辺のどうやったっていう情報が出てないんですけど、資料だけが残ってて、あ行けたかったなっていうのがあるんですけども、まあそういう風な、ね、代表作を残したのが、まあ、木村武山になります。まあ、もしね何かの機会があって、その作品木村武山の、高野山金剛峯寺の襖絵か、成田山新勝寺の襖絵がオープンされるっていう気があるんだったら、間違いなく行った方がいいっていう風な作品になりますね。はい、で次が、昭和の後期、まあ、戦後になってきますね。この時期になってくると、襖絵っていうのは復活しだすんですよ。はい、いろんな作家がねいろんなお寺とかでまた書くようになったっていうので、ね、また増えてくるんですけども、まあ、その中で代表的な作家2人誰がいいかなっていうので、紹介したのが東山魁と奥田元宋、この2人になります。はい、東山魁はね以前動画でご紹介させていただいたんですけども、そこでも言ってるんですけども、画業のクライマックスに、一大イベント一大も10年ぐらいかけて、完成させたっていうのが、東照大寺の、襖絵になりますね。はい、10年ですよ、10年すごいなと。結構晩年になる時に引き受けて、取り組んで10年かけて完成させたってすごいもんですけどね。で東照大寺っていうと鑑真さんが建てた寺ですよね。鑑真さんが鑑真さんっていうのは、奈良時代やね、奈良時代に、中国から、渡ってきたお坊さんですね。日本に仏教を広めるんじゃみたいな感じで、なんとかこう日本のために頑張るんじゃみたいな感じで、渡航してたんですけども、当時の航海っていうのは技術があんまりなかったりしたので、結構難しかったらしいんですよ。で5回失敗して、なんとかまあ生き延びたらしいですよ。っていうか、よう5回も失敗して生き延びたなって話なんですけど、日本を渡ろうとして中国から。普通1回失敗して、ああよかった、もう行かんとこうって、もうよかった、命あるだけマシやと思って諦めるんですけども、鑑真さんは5回失敗しても、めげずに6回目チャレンジでなんとか日本に来たっていうタフボーイやったんですよ。すげえなって話なんですけども、ただ残念ながらその航海の途中で今失敗もある中で目が見えなくなってしまったんですね。はい、で、当時、中国では、言うても日本っていうのは、風景が綺麗なところやみたいな感じのことをおそらく聞いてたと思うんですよ。だから日本に行って日本の、ね、どういったものがあるのかって見るのをおそらく鑑真さんは楽しみにしてたけども、残念ながら見ることはできなかったっていうのと、それでもね日本の仏教の発展に尽くしてくれて最後日本で鑑真さんは亡くなってしまったとっていうのでね、やっぱり言うても日本のために頑張ろう、ここで骨を埋める詰めて頑張るんじゃって日本に渡ってきましたけども、やっぱり言うてもね日本じゃなくて故郷に帰りたかったんじゃないか、故郷にそれはね誰みんなね、その亡命じゃないからね国のことを思うっていうのはあると思うんです。最後の地位は、自分の生まれたところで終えたいと思うのが人間の
まあ、佐賀やと思うのでね、まあ、そういったふうな鑑真さんの日本見れなかった残念な気持ちを慰めるためと、本当は国に帰りたかったっていうあの心を慰めるために東山魁夷が描いたのが、日本の、山と海のすごいダイナミックな襖絵と、中国の、景色を、描いた三部作っていうのが、この東照大寺の襖絵の作品なんですよ。これがねマジですごいから、マジですごいから、ほんまにマジですごいから、騙されたと思って一回機会があったら見に行ってほしいなというような作品、たまにね、展覧会してるんですよ。移動です。つい最近もコロナの時もやってたんちゃうかなと思うんですよ。2020年か21年ぐらいに神戸の方にも来てたと思うんですけどもね、結構いろんなところでやってるし、今後も多分機会があると思うので、機会があったら間違いなくこれは行った方がいいというふうな作品です。めちゃめちゃなんていうかな、日本人やったらあいいな、エモいなみたいな感じで思えるような作品です。で、この山と海、日本の風景は彩色なんですけども、中国の風景は水墨で描かれてるんですよ。で、東山魁夷っていうのは基本的には色彩の画家として通ってるんですね。特に青色の絵の具が特徴的だということで青の画家として有名なんですけれども、その東山魁夷がこの一番大事な時に、なぜか中国の風景は水墨画にチャレンジしたんですよ。これも、ね、別に、水墨画でやってみよう、イエーイ記念受験みたいな感じでやったわけではなくて、かなり綿密に練習に練習を重ねて、描き出した水墨画の極致と言われているような作品なんですよ。っていうのはまあやっぱり水墨画ってまあ中国から渡ってきましたよ、入ってきましたよっていうのに対してすごいリスペクトも含めて、鑑真さんに対する捧げる作品であれば、やっぱり水墨画で描きたいなっていう東山魁夷のこだわりっていうのがそこにあったんじゃないかなって考えたら、めちゃめちゃ面白いなと思うので、ぜひね、見に行っていただければなと思います。はい、でそんな東山魁夷は、青の画家として有名なんですけども、そのライバルとして、名前を挙げられるのが、奥田元宋、赤の画家として有名な作家さんなんですね。はい、赤色ってこんなにいろいろあったんやと思える、こんなにエモかったっけ、こんなに赤色って中毒性高かったっけって思えるような、色合い作品を残しているのがこの奥田元宋になるんですね。でまあ私個人的なんですけど、奥田元宋経由の作家さんっていうのは、お付き合いがあったことがあるので、なおこの奥田元宋に対しては思い入れが強いんですよ。奥田元宋さんのお弟子さんでお付き合いをしていろいろ絵を描いてもらったりした先生っていうのもいらっしゃったので、ね、でも奥田元宋先生のこともいろいろ聞いたりしたことがあったのでね、非常に思い入れがある人の作品で、晩年にね銀閣寺、自称寺ですね、京都の銀閣寺の、襖絵っていうのを描いた作品っていうのがあります。それが、三霊頂上っていう作品なんですけど、これもねなかなか素晴らしいよ。こんなすごい絵描くのっていう、赤だけではないんやけども、ほぼ赤だけでこんだけ表情豊かに表現できんのっていう、風景の作品なんですけど、これもなかなかエモいね。もうエモいわ、やってくれんじゃねえかって思えるような作品なので、ぜひね公開のタイミングがあったらね見に行っていただきたいなと思います。でまあそれ以外でもね、奥田元宋の、襖絵だけじゃなくてね、作品っていうのは結構東山魁夷ほどは残念ながら、知名度がないっていう作家さんなんですけども、個人的にはめちゃめちゃ推しの作家さんなので、広島に美術館が確かあるんですよ。市内じゃないですけどね、広島市内じゃないですけども、違う市ですけども、確か美術館があるので、そこでね奥田元宋のいろんな代表作っていうのが、あるので、ね、ぜひ見に行っていただきたいなと思いますね。奥田元宋って最初の奥さんが亡くなっちゃったので、5歳で、奥田さゆめさんっていう人と、結婚されたんですね。後々結構ええ年になってから結婚されたんですけども、その奥田さゆめさんが今の現在の日展の、理事長一番トップにいらっしゃる方なので、でその人が運営しているのがその広島の、奥田元宋さゆめ美術館っていうやつなんでね、ぜひそちらに行っていただいたらめちゃめちゃ面白いと思うので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、次が、現代まで来ました。やっと現代まで来たね。長かったね。なんだかんだ言って長かったね。作品紹介しだすと長くなるで、野村。ごめんなさい。最後のね、現代を見に行きたいなと思うんですけど、現代の事例として、紹介したい襖絵というのは、3点ご紹介させていただきたいなと思っております。
まず最初が、千住博さんですね。千住博、千住博さんはもう言うたら名門サラブレッド、芸術家一家の中の、画家として、活躍されている方ですね。まあ、三兄弟なんですよ。三兄弟、長男が千住博さんで、まあ、日本画家として、まあ、トップランナーとして今世界で活躍してますよという人なんですね。で弟さんが千住明さんで、これと作曲家として、まあ、活躍されてますよと。で妹さんが千住真理子さんやったと思うんですけども、バイオリニストとしてもうみんなすごい、もうみんなサラブレッドっていう風な芸術一家で、日本が A バージョンで、まあ、活躍、トップランナーとして活躍してるのが千住博さんと。で、この方の代表作っていうのが、ウォーターフォールっていう、まあ、滝を描いた作品なんですけども、すごい幻想的な、作品なんですね。それが、大徳寺の寿光院っていうお寺があるんですけども、そこの、襖絵に、一面に滝の絵をうわーってめっちゃ滝描いたっていうのが、この千住博さんの襖絵の代表作になりますね。まあもちろん他にもね、襖絵描いてるんですよ。高野山でもね、なんか風景の絵とか描いてるんですけども、やっぱりこの千住博さんっていうと、ウォーターホールっていうのがもうね、もうイコールなんで、代名詞なので、ね、それの代表作っていうのはもうこれ受講員かなということなんですよ。で、この人の、そのウォーターフォール、大徳寺の受講員以外でどこで見れるのかっていうと、羽田空港で見ることができますね。あと、まあ軽井沢の方にも一応美術館があるので、そっちでもまあ見れるとは思うんですけども、羽田空港の方が、タダで見れると思いますタダで見れるって言ったらもう嫌やけどね。僕がこの業界入った時、一番最初にウォーターフォールちょっと見てみたいなと思った時に、ちょっと東京の方で仕事があったので羽田空港に行ったんですよ。で当時は確か第二ターミナルの、天井にウォーターフォールの中でっかい作品っていうのが吊られてたんですね。でそれ見て、わーこれやーすげーと思って、なんか写真めっちゃパシャ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 って撮った覚えがあるんですけども、今現在は吊ってるのは千住博さんの作品は作品なんですけど、ウォーターフォールじゃないものが、ね、多分吊られてると思います。でそれ以外にウォーターフォール的なもの、なんか タイトルちゃうんですけど、まあ、ほとんどウォーターフォールっていう作品が、その羽田空港のターミナルのどっかで、見れたと思います。というのは、千住博さんはこの羽田空港の、アートディレクションディレクターに確か入ってるんですよ。なので、この、ね、羽田空港のデザインとかアートでどうするかみたいなのに、自分の作品とかをいろいろ見せるような展示の仕方とかっていうのに関わっているので、まあ、羽田空港に行ったらね、まあ、少なくとも千住博さんの何らかしらの作品がタダで見れます。はい、タダで見れます。なので、まあ、近郊の方はね、ぜひ行かれたらどうかなと。もしくは、羽田空港に仕事で行く用事があって、飛行機使う用事がある方は、ぜひそこでね、見られたらどうかなと思いますね。はい。で、次ご紹介させていただきたいのが、中島清さんでございます。はい、中島清さん。この人はね、2010年にね、京都清水寺で、襖絵を奉納しましたよっていうので、まあ、めちゃめちゃ有名な作家さんですね。で、何の作品を奉納したかっていうと、イワシの作品でございます。はい、イワシか。イワシっすかみたいなこと。そう、イワシなんですよ。イワシの襖絵を清水寺に奉納したんですけども、もうイワシって言うだけでもちょっとすごいな、なんか違うなと思うんですけども、そのイワシのね、絵がね、マジですごいイワシなんですよ。もう、イワシだらけなんですよ。もう、多分ね、画面の 90% はイワシで埋め尽くされるというぐらい、めっちゃイワシが描かれてるんですよ。まあ、タイトル大量やからね。ほんま大量にイワシが描かれてて、で残りの 10% 何なのっていうと、少女が立ってるという、そういうふうな図なんですよ。すげえな、何やねんこれはっていうような作品なんですけど、これはまた斬新でね、めちゃめちゃ面白い。もう、イワシのロケットみたいなのが、ブワーってこうめっちゃ埋め尽くされてる作品なのでね、こういうのも描いてるのが、まあ、現代的だなっていうのが中島清さんになりますね。で最後ご紹介させていただきたいのは、大徳寺の真珠庵になります。真珠庵、はい、こちらでは2018年にちょっと襖絵ね、いろいろ持ってる襖絵があったんですよ。もともとある襖絵ね、長谷川東博とか大事な、お寺の襖絵の修復があったんですね。でその修復に合わせて、その他の、襖絵にもちょっと、今風な、現代作家の、作品の襖絵っていうのを描いてほしいなということで、ちょっとプロジェクトを立ち上げて、いろんな現代作家の、方が参加した襖絵っていうのが、
この真珠庵にはめちゃめちゃ今展示されてるとか残されてます。これ一時期ねすごい話題になったんですけども、例えば映画監督とかイラストレーターとかあとアートディレクターとか漫画家日本画家兼僧侶とか、美術家とか、まあ、いろんなね方が現代作家が、こぞって本当にね斬新な作品がめちゃくちゃ描かれてます。おお、なんかもうこれ日本画とは言わないだろうなっていうような、作品なんですけど、これはそれでまた、現代的で面白いなと、なんか村上隆みたいやなみたいな感じで面白いなっていう作品なので、ぜひね、また公開はしてくれると思うので見に行っていただいてもいいですし、ネットでね検索したら真珠庵って検索したらめちゃめちゃすぐ出てくるから、なんじゃこれはっていうような感じでちょっと怖いもの見たさも含めて、ご覧になっていただければなと思います。はい、こんな感じで、飛鳥時代から現代まで何とか襖の関連の、歴史の話と、作品をご紹介させていただきました。こんなに長なるとは思わなかったごめんなさいごめんなさい、特に最後の後半の作品に関して喋り出すとね、やっぱり僕思い入れがあるので長なってしまいますけど、襖ってめちゃめちゃ面白いなというので、今回ざーっとねいろいろ復習も兼ねてご紹介できたのが良かったかなと思いますね。で、今後もね襖絵っていろいろ公開とか、されたりするので、そういう時はぜひね、見に行っていただきたいなと思うんですよ。というのはね、言うたら日本でいう海外でいう障壁画っていうのは日本でいうと襖がそれに当たることが多いんですよ。もちろん壁に描いてる障壁画っていうのもあるんですけども、それよりも一般的に、描いてたものって考えたら襖なんですね。襖が障壁画で、その襖っていうのは言うたら画面がめちゃめちゃでかいんですよ、ね。屏風もでかいんですけど、屏風よりも襖の方がでかいので、そんな大画面大迫力っていうのはその作家の言うたら何最大限の力をかけてぶつけて表現するもう最高傑作なものっていうものの場合が非常に多いので、その襖を見に行くイコールその作家の全てを知るみたいな感じの、意味合いになるのでね、ぜひ襖の展示をするっていう展覧会がある時はね、こぞって見に行っていただきたいなと思います。で、その昔のものもいいですし、現在の作家がどういった襖を描くのかっていうのもね、今後またまた広がっていくと思うのでね、そういったものもチェックしてね見に行っていただければなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関するさまざまな情報を発信しております。面白かったらためになったらと思われる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。